どうしても形質のいい木を選んでいくと全然木が残らないところがあるんですね。どれもダメだったって切っちゃうところがあって、そこにカラマツを植えます、造林しますっていう、すごくもう二度とやらせてもらえないんじゃないかと。紅葉樹のいいものを残す、その間にカラマツを植える、そしてその植えるのはイベントとしてやることで人件費をカット、かつ、森に親しむっていうサービスを提供しましょうということで2回に分けて、植樹イベントをやりました。両方とも、15名とか17名だったんですけど、ここの駐車場とか、まあ、弊社のスタッフキャパシティ的にはそれぐらいでよかった。結構ぐんぐん成長早くて、広葉樹も起因しちゃうこともあるので赤松は優先的に切ってもらいました。で、広葉樹のここだとコナラと青玉と栗と鬼ぐるみは1本だけなぜかあったんですけど、あとカエデとか桜が、それこそさっき多分引いたの見られたんですかね、そういうのが出てきてくれてるので、こんな形があります。これ図鑑見ればいろいろ書いてあるんですけど、じゃあその都市がどういう形なのかって見比べると、多分3種類ともね違うと思います。このギザギザ、ギザギザの形が全部違うんで、クセ強これいいですよね。これは綺麗ですよ、バランスがいい、柔らかい。で、葉っぱの先端見るべきポイントです。あの葉っぱの先端の形で種類分けるやつもあります。イヌシデとアカシデは先端の形が違う。あ、一年子が赤い、いいですね。実はこの枝はもっと特徴があるんです。この枝一番特徴がある、実がなってませんか。あ、実なってます。これとかさくらんぼって皆さん枝があって美味しい部分が先端に1個だけつきますよね。山桜とかすみ桜の果実もそういう形でしたよね。だけど上水桜はどこが違うのかな、ちょっと違うグループの桜で花が試験管のブラシ